19番です。慶応義塾大学より大堀恵子選手。なりますのは慶龍です。現在高等教育大森美穂選手、田園調布双葉学園高等学校から慶応義塾大学の総合政策学部に進学いたしました先生。この大学の経緯はオーストラリアで学んだ卒業生と13歳で学ぶお手話これ一つ扱いました慶応義塾大学は昨年はチーム成績第6位という成績さあこの選手2年前のこの会場で行われました和歌山国体では花田智美さんが乗りますアビル館という場に乗って少年の部に出場しました少年の若干障害性競技第1位という成績を持って現在慶応義塾大学の先生1m30cm。